視聴者アラドは、イスラエル南部地区に位置する都市である。アラドは、ユダヤとネゲブの境界に位置する、ベールシェバから 40km、リモナから 27km。都市は、キドド連邦の近くに位置し、全速患者の健康にも良い非常に綺麗な空気で知られている。最初に、アラドで、ユダヤ人開拓者たちがたどり着いたのは1921年2月23日の、 ことである。しかし、水を掘り当てなかったので、開拓者たちは村の建設に失敗した。1961年、開拓者はアラド地域のネフタ石油会社に働くために、そこに小さいキャンプを建てた。同年、イスラエルの政治行政はネゲブに新都市計画のために資金を割り当てた。アラドは公式に1962年11月21日に、 創立された。アラドの最初の都市計画はヨナピテルソンによって思いつけられた。アラドは1960年代を通って小さい都市村が続いた。1970年代ソビート連邦から来たユダヤ移民が定住する。1974年までに町には1万500人が住んでいた。1995年にアラドは都市宣言された。その時、 都市には2万500人が住んでいた。アラドの本街道はベールシェバから市街まで伸びる第31街道である。第3199道はローカル街道であり、アラドからマサダ要塞まで伸びている。アラドには鉄道は存在しないが、ベールシェバからネバチム経由で鉄道建設の計画がある。アラドを本拠地とするサッカークラブにはハポエルアラドがある。 チームは4部リーグに相当するリーガーレフに所属しアラトスタジアムで試合を行っているテーブル3ポピュレーションオブロカリティーズナンバリングアバーブ2000レジデンツア,ンドアザールーラルポピュレーションイスラエルセントラルビューローオブスタティスティックス2011年3月23日閲覧シスターシティーズオブウィルミングトンインクバックグラウンド2008年6月12日閲覧 シスターシティーズ、ザシティ・ディプロマシー・オブ・バーリントン、バーモント、2008年6月12日閲覧。デンスレイ君アラド、デンスレイ君アラドで、2008年3月15日閲覧。ありがとうございます。